ビスビーはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はアリゾナ州ビスビーにちなむ。ビスビーは1943年8月7日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール車で寄港した。1943年9月7日にリチャード・マーフィー夫人によって命名、浸水し、1944年2月15日に 艦長、JP ジャーマン沿岸警備隊中佐の指揮下収益した。太平洋艦隊に配属されたビスビーは、沿岸警備隊の要員が相関して1944年6月27日に、ニューカレドニアのヌメアで第7艦隊と合流した。8月12日から31日にかけて行われた、ビラク島への上陸作戦に参加し、その後1944年10月までニューギニアの、 沿岸を紹介した。レーテ島進行においては紹介及び港湾管制下任務に従事し、11月22日に任務を完了した。ビスビーは12月15日に新珠湾に到着した。修理後ビスビーは1945年1月6日に新珠湾を出港、アラスカ州のダッチハーバーに向かい1月13日に到着した。1月から7月までビスビーは、 ダッチハーバー、アダック島、アムチトカ島及びアッツ島を行き来する商船や陸軍の輸送艦を護衛し、また北太平洋で第四航空軍の護衛艦任務も担当した。1945年7月6日にビスビーは第43護衛分艦隊と共にアダック島を出港し、7月12日にワシントン州シアトルに到着した。修理及び改修後、再び、 アラスカ海域に戻り8月13日にコールドベイに到着する。1945年8月26日にビスビーは同地で退役し、翌日レンドリースポーに基づきソ連海軍に退与された。ソ連では護衛艦を意味する EK の略号を付与され EK-17 の名で収益した。ソ連海軍での活動後、1949年11月1日に、 変換されたビスビーは横須賀で保管された。1950年10月18日に最終駅した。ビスビーは11月23日に韓国海域に向かう。韓国では紹介、護衛及び官砲射撃任務を1951年10月20日まで行い、しばしばフィリピン、香港及び宝庫諸島を訪れた。横須賀で修理を受けた後、 ビスビーは1952年2月13日に相互防衛援助計画の元コロンビアへ移管された。コロンビア海軍ではカピタンとのの官名で収益し、その後1963年にスクラップとして廃棄された。ビスビーは第二次世界大戦の戦考で2個の朝鮮戦争の戦考で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。